ウィルミントンはアメリカ合衆国を配慮しう南西部に位置する小都市。同州新シシナティと州都コロンバスという二つの大都市の中間に位置する。人口は1万1921人。ウィルミントンはタイム市で郊外の家族が移住するのに良い小さな町として紹介された。ウィルミントンは2005年国際航空貨物大手である DHL は流通網を再編し、 ウィルミントン空港をハブ空港化したことで脚光を浴びた。流通拠点として DHL の従業員及び関連する雇用者により人口が増加したが2008年11月、不況のため DHL はウィルミントンの事業処分を閉鎖。このため約8000人の雇用が失われ、ウィルミントン市及び周辺の失業率は増加した。ウィルミントンは 北緯39度26分45秒、整形83度49分45秒に一致している。アメリカ合衆国統計局によると、ウィルミントンは総面積19.3平方キロメートルで、全域が陸地になっている。翻訳 EN ウィルミングトン、オハヨ130200622時55分の晩。編集者、ありがとうございます。